チャッピーあと一撃じゃん。どうしたそんなところで。ユキちゃんも死にかけじゃん。悪魔のようだ。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。四次元ポケットのゆきじでございます。レイです。コウジャです。ハゲネイです。今日からですね、3日間ほど年始特別企画やっていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。去年に引き続き。そうです、去年に引き続き2023年最強を与えた決定戦をやろうと思いましたね。今回はまた3本勝負ということで、こう3本ゲームをやって優勝者をね決めていこうじゃないかと、はいはいはい、まず1本目はですね、バルヘイムというゲーム、我々が1年間生放送ねずっとやっていたゲーム。2年ぐらいやってたのこれ。2年弱だね。そんなやっていたゲームですけど、意外とめっちゃやってたよこれ。またこのゲーム起動するとは思わなかったからね。4ピピ。この1日目のバルヘイム、どういう感じで優勝者決めていくか。おー、殴るんじゃないよ。説明してるでしょうか。続けて早く。企画説明させていただきますので、やっぱあれ、しばし全クリした人か。終わらないのよ。もう1年遊べると。4ピピ。簡単にご説明していきますけれども、こちらはですね、チーム戦になっております。お、最初のボスエイクスルというね鹿のボスがいるんですが、それを先に倒したチームが優勝でございます。優勝ってこの1日目の勝者になります。軽くね、あの前提条件とお話しさせていただくと、普通のね生放送やってた時はね、あの PVE モードにしてましたので、我々同士ね殺し合いできませんでしたが、PVP モードをオンにしてますので、チーム同士の殺し合いが可能です今回は。はいはい、っていうところでね、まあ、前提条件はこんなもんですと。2チーム同時に呼び出したりとかあるかもしれないんですけど、呼び出した方のエクスルが先に死んだ方が勝ちです。なので例えばあの A チームが先に呼び出した、 B チームが次に呼び出したと、うん、でも B チームが呼び出したエクスルが先に死んだ場合は B チームが優勝みたいな。なるほどね。とどめがどっちとかじゃなくてね、うん、それ大丈夫、判定できる。もしそういう状況に陥った場合はですね、私のビデオ判定が後でありますので、次の収録回までにビデオ判定をして、この時の勝者はどっちでしたっていうのをその場で発表しますので。元旦から忙しいな。ポイントの方もねお伝えしておきましょう。順位によるポイントはですね、先にねエイクスリーを倒したチームには2人ともに2ポイント入ります。はい、倒せます。そして2位のチームは0ポイントでございます。キルポイントとかない？ユキジを殺したら何点とか。考えてないです。競技変わっちゃうのそれ。ダメか。うん、もしあのキルポイントをやるような企画にしてたら、あの最終ゲームにしてますそれ。4ピピ。じゃあ押しますよ、うん、せーの、ポチッ。チーム1影縫いレイ、チーム2ユキジ紅茶柱でございます。最強引いたわ SSR。 勝ったな、ガハハ。寝てくるわ。いやPVP 最強いるからなこっち。最強そうだぞ。あっち怖えぞ。なんだ、 PVP しか狙ってこなそうなチームになってるけど、あっち。そんなことない。やばいやばい。そんなことない。それではですね、早速このチームに分かれましょう。それでは年始格付けチェック第1本目、バルヘイム、はい、用意スタート。4次元ポケット。おー、急げ急げ急げ。いいよ、こっち。中身取れ中身取れ。あいつ稼いだから。よし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 、移動だ。コンボ持ってるからこいつ、最低だな。4次元ポケット。はい、というわけで始めよう。いきなりもんじ殺されたんだけど。PVP すごいことなってるって。あ、死んだ、やべ。ひっそりコンボ作ってたのバレる。やべ、バレた絶対。やべやべやべ。とりあえず先に木、はい、木だ、木を集めるぞ。はいはいはい。まずあの作業台とか作んないといけないから。とりあえず木でしょ。これダメ。うん、この枝からでしょまず。最初のやつ全然覚えてないわ。さっきやってたから俺。さすがナイス。予備知識バッチリ。俺後半のやつはめっちゃやってたけど、前半のやつもうほぼ覚えてねえんだよな。そう、これあれなんだよな、チーム戦と言いつつさ、同じチーム内の PVP も有効になってるから怖いんだよな。そうなんだよね。唐突に俺はあのチーム入ったみたいな。怖、うん、俺は強い方につきますって。勝てる方に行きますってね。で、あの作業台用の家をまずねパパッと作ったらいいと思うんだよね。それも木だよね。それも木だ。木を
バカスカ集めるとあと矢、矢と弓、エイクする用の。で結局鹿狩りもしないといけないからやることが多い。そうなんよ。ごめんじゃねえよお前。味方に渡るの忘れてた。待ってこれさ、もうちょい離れたところに着くんね。ワンチャン。いやそうなんだよな、すぐ来るあいつら。これ盗まれちゃうからね、すぐで。そう、4次元ポケット。家ある、家ある。あとここに周りに火を置いて、家の近くに置いて作業台。そうね、ここに作業台。俺ハンマーあるから。マジ？あ、木が足りない。え、てかさ、この廃墟超強くね。あ、超強い。廃墟探しとく。家作んなくていいから。はい、で、ここにこっち。あ、これいい感じ。ちょっともう一個作るのに。あ、作れてる。あ、だ、あ、これで、あと、ここ避難所、休憩所になってるところで、そこはどいてほしいんだ。ああ、ちょっと待って、燃えたわ。あ、来た。休まる感じがする。あ、いいね、いいね。この休息済みになるとスタミナ回復早くなるらしいから。はい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 。そしたら、イノシシと、あれだね、鹿探しだ。次、弓作んなきゃいけないから。オッケーオッケー。オッケーオッケー。鹿やった。お、やる。動物側。鹿側。お、鹿のトロフィー。お、やった。あと一個。いいね。スニーキングでなんとかなるわ。したら、もう、あとさ、もう、うん。火打ち石のハンマーとかで作って。でも全然いいと思う。うん。食料だけそこそこ集めて。いやー、ユキジで多分が食装備奪ってるからな。ディスコードの移動の硬直中狙ったからな。完璧だったわ。絶対何もできんだろうって思って。クソがよーっつって悲鳴が聞こえてくるようです。いや、どっかのタイミングでキルしに来てえな、もう一回。確かに向こうも仕返し狙ってるはずだからね。ちょっと気をつけないと、はいはいはい、確かに。普通にコンボで殴ってればいけるっぽいから、なんか2発殴ってガードして、2発殴ってガードしてとか。はいはいはい。なんか後輩落雷がめんどくさいんだよね。確か。前方落雷と後輩落雷と、なんか、はいはいはい。スノ攻撃の3種類らしいから。めちゃくちゃ調べてきてるな。ああ。ああ、直前に入れた知識だからね。やるからには勝つだって。そう、やるからには勝つ。4次元ポケット。いや、いつ PVP で襲ってくるか分からないから怖いよな。どんどん離れてってラッツチーム。あ、ほんと。じゃ、最後の最後に襲ってくるのかな。怖いね。あ、死んだ。え、あぶれ。あ、木にやられた。やられたね。キノコあるぞ。ゲロゲロしちゃうやつじゃない、大丈夫。いや、普通のちゃんとしたキノコ。ユキジのキノコですか。ボロン。違うね。ちょっと渡すよ。これでいいかな。これでなったかな。これでトンと置けば作業台使えるようになったぞ。斧を直します。川岸にもあるっちゃあるな。ユキエ、はいはい、気のせいじゃなきゃ二方向から攻め込まれてない。なんか来てんね。不穏な動きしてないか、あいつら。怖いぞあれ。不穏な動きしてねえか、あれ。してんな。ちょっと集まろう。何の動きだ、何の陣形だ。なんか怪しいよなあれ。なんか陣形がな、じわりじわりとこっち来とるんやね。これ離れると家を乗っ取られるんだよな。あ、なんかいいのあんじゃんっつってね。影霊のことだから絶対仕掛けに来んだよな、どっかでね。絶対来る。4次元ポケット。肉焼いて肉食ったら一回殺しにか。あ、いいよ。体力有利あったらいけるやろ。行きますか。やっちゃいますか。行きますか。やっちゃいますか。バンズグの恐ろしさをね。これがバルヘーム。しかも、一人なんか、孤立してるやついないあれ。どっちかわかんないけど。行こうぜ、行こうぜ。行こう。どっちか行く。左の方。左行こう。4次元ポケット。もうこれは久々に俺勝ちを狙いに行ってますからね、このゲーム。さすがにこれは譲れない。うん、さすがにこれはね。昨年度最下位だからね。いや、おいおいおい、言うんじゃないよ。とりあえずこれはね、もう紅茶さんにもね、もう勝ちをね、プレゼントするという感じで。俺は助かるよ。まあ、俺はね、もうあの時点で SSR 引いて勝ったで工藤って感じだからね。そうだね。これでもう負けたらもう私恥ですからね。あ、影縫いだ、まずい。影縫いがいる。くそ。俺は鹿を借りてるだけなんだ。帰れ。
俺の鹿を、俺の鹿を取るな。あーくそー、二人にやられた。俺のが奪われた。俺の皮返せって。あいつは家できてんのかな。四次元ポケット。ユキジだ、ユキジだ、やるぞ。逃げようとしてる、逃げようとしてる。イエーイ。イエーイ。いいよ、中身取ろうぜ。ユキジここに眠る。ありがとう、全部取る。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。え、これあれは紅茶は、紅茶も、紅茶も行く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 、もちろん行きますよ。そういうゲームですから。悪いなぁ、紅茶。あ、なんか家建ててる。ぶっ壊そうぜ。逃げてる、逃げてる、逃げてる、逃げてる。あ、とりあえず俺、これぶっ壊しとくわ。あ、やるとか。これは満足。ユキニックが来た。来た来た来た、任せろ。あ、いや、じゃあもう、こんぐらいでいいっしょ。あ、許せるか。許せるか、こんなので許せるか。一回行くか。四次元ポケット。やばい、来た。家を乗っ取られる、これは。何、許さないぞ、あいつら。家破壊しとる。何、許せねえ。あー、また死んだ。くそー、コンボ強くねえ。あそこ立地は悪いから。そうなんよ。ここでチャクチャクもう一頭作った方がいい説。運は確実にある。気のせいじゃなきゃ。さ、また来てんだわあいつら。来てるね。来てるよなあいつら。来てるな。一人来てんな。コンボ持ちます。俺もコンボ持ってます。やべっ。おびくしょ。お、紅茶が死んだのか。そう、木と木に挟まれた。木が倒れて、木が倒れて死んだ。四次元ポケット。あ、そっち行くわ。待って、パカ。よいしょ。ナイス。いいね。届け。あ、もうそう、届った。さすがに勝てないと。イノシシ狩りだね。じゃあ川渡るか。あ、なんか一人死んだぞ。チャンスかもしれない。行く、今かもしれない。逃げてる。ガッツリ逃げてません。ガッツリ逃げてる。イノシシさえ見つかればね、奴らに逃げられようがなんだろうがね、関係ないんですけど。いや、影の味方でよかった。こんな恐怖を感じながら俺にプレイしたくないよ。逃げてった隙にあいつらの拠点をまたぶっ壊すっていうのどうですか。拠点使ってるかな。さっきのでビビって拠点作るの時間の無駄かもみたいな。なるほどね。だから故に何もあれをしてないみたいな説あるから。なるほどね。東側のね、川の付近だ。あったあった。あ、もう直してなさそうだな。うん、まあ、せっかく作った拠点、あんなボコボコにされたらやる気もなくなるわ。やっぱ文明築こうとしたら破壊しに行かないと。いや、楽しみだな、向こうの音声。ギャーギャー言ってるのがね。ああ、開幕。やばい、追われてるってずっと追ってきてる、追ってきてるとか言って。4次元ポケット。あ、一生来てんだけど、あいつら。しつこくない、さすがに。しつこいね。嫌だね。あ、いや、Uターンした、あいつら。Uターンしたな。今、あれだね。木だけ最低限集めといて、移動しながら、借りながら行って、その場で拠点パパッと作って、弓作って、みたいな感じがいいかも。今、とりあえず木88本あるよ。そんぐらいは大丈夫じゃないかな。じゃあ、ちょっと移動、我らは難民。遊牧民だからね。遊牧民。UFO の白い馬だよ。通行だよ。あ、川揃った、川揃った。とりあえず1個弓作れるぞ。4次元ポケット。弓よりもさ、防具優先してもいいんじゃないかな。ほんと、まあ1個あるしね。それこそ、うん、じゃあ盾作ろう。うん、あ、はいはいはい、あいつら拠点の方向かってるぞ。あれ、なんかさ、だいぶ分離してね。お茶死んだ。あ、死んだかも。死んで帰ったかな。そうだ、多分ユッキー上にいるからね。これじゃあユッキー殺そうぜ。え、なんで思ってんじゃん。裸の紅茶場所にいるな。チャットの話煽るな。紅茶がアワアワしてる。とりあえずレイさんで。チャッピー殺した。何も持ってない。こいつコンボしか持ってない。四次元ポケット。あ、死んだ。やべやべ、さあ、まずいね。
それは非常にまずかですよ。俺がテレポートしたのを見てあの二人が襲ってくる可能性が大いにあるので、影根が間違いなく向かっております。これは龍騎士の方に向かってる、間違いなく。これ俺の方に向かってる。イノシシに殺される前にレイさんに殺される。ニッコニコでレイさんが俺の方に来てる。イノシシ弓一個作れた。了解。これ奪われるとまずいんだよな。弓はまずいね。ゲームクリアまであるからな。ああ。行ってぶっ殺された。ただ俺梱包しか持ってなかったから今にらめっこしながらほのめかして、俺いるぞ、はいはい、いるぞっつって、レイさんの仕事の時間を奪った。今頃はこいつ何も持ってねえってなってるはずだから。そうだね。4次元ポケット。ユキジが絶対いいもん持ってると思うんだよな。仕掛けるか。廃墟、廃墟見つけてる。廃墟グレイリンと戦ってる。俺も参戦しよう。影縫い参戦。チャッピーあと一撃じゃん。どうしたそんなところで。ユキちゃんも死にかけじゃん。悪魔のようだ。うえー、殺した。総取り。全部取る。うわ。さすがに取れな。かあ、かあ、たまんねー。気持ちいい。これが PVP よ。ゆきちゃん何かいいもの持ってた？あ、鹿いる。肉とかは結構持ってるけど、あ、肉めちゃくちゃ持ってる。鹿側がね、6枚。お、いいね。鹿側の切れ端、4枚。あいつらもやってらんねえだろうな、マジで。せっかく集めた皮やらなんやら、一気に取られて。あー、間違った。ごめん、間違った。あー、間違った、間違った、間違った。間違った、間違った。あちちちちちち。ふぅ。これだからバンドとやめらんねえぜ。いいよいいよ、焼肉いっぱいできてるよ。暇の間、レイさん殴ってグラブするか。やめろやめろ。ここでリスポンしねえから。いや、エースキルの討伐中に死んでアイテム取られるのかなりヤバそうだよな。それね、それは確かにだるいよな。いや、いけないかな。もうまだ早い、まだ早い。いやー、行ってみてもいいけど、ウォークは作った方がいいと思うよ。まあそ、まあそっか、うん、待ってる人ね。向こうも進んでないから焦んなくていいけど、まあ行ってもいいしみたいな。どっちでもいいな。依然有利変わらずなんで。まあまあ確かに、それは確かに。ちなみにあいつらの動向は？あ、アイスクリーム。あいつらさ、南行ってない？行ってる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 。ちょちょちょ、行こうぜ。あ、うんうん、あいつらやっていいことか悪いことか。え、てか呼び出してるあいつら。え？嘘でしょ。4次元ポケット。この人死んだって。あ、死んだ。弓を奪われますね。これはまずいですよ。やばいですね。確実に殺しに来ますね。もう我々も殺しに行く方に行ったがいいかもしれませんね。そうだね、燃える系だよね、やっぱね。松明でもいい、いい気がするんだけど、ダメか。松明じゃ。松明も多分ね、今の対人だったら一番強いかもしれない。やけどになったら攻撃力半分になってくんねえかな。ポケモンじゃん。それか、先にエクスル召喚しちゃって倒せない状態で、でエクスルにあの二人殺してもらって道具パクれば倒せんじゃねえと思ったんだけど、まあ言うて召喚した方のどっちが倒したところで俺らが倒したでしょ。だからその死にたくないからって倒すと俺たちの勝ちになるわけ。とりあえずなんとかして鹿を無理やりにトロフィー集めて召喚、確かに召喚しちゃって、もう防具とかどうでもいいから。そうだな、それにしよう。オッケー、鹿一匹やり。トロフィーは来た、一個。二つだよね。二つ、あと一個。鹿待てこら。おし、ナイス。出ろ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 。来た、行くぞ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 。早く召喚しろ、早く召喚しろ。召喚するぜ。おう、来たー。オッケー。あとこれをオッケー、これを影縫いの方まで引っ張っていくぞ。来たー来たー、ナイス。よし、来た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 。よし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 、いいぞ。いや、熱くなってきたね。あっちやな。
あ、ちょっと即死した。いや関係ねえから。関係ねえな。もうこれ俺らのやつだな。こっからゾンビ作戦だから。そう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 。四次元ポケット。なるほどね。強行突破してるわ。強行しようとしたんだ。おお出てんじゃん。だるいな。じゃあこいつをさ、うん。一回消さ消えさせないといけないってことか。俺らも呼んじゃってもいいと思うよ。乱戦模様で。どうせあいつら勝てないでしょ。だってあいつらも強行に来たんですから、俺らも何で倒すだけや。あでもでも結構減ってるぞ。やばい。マジ呼ぶか。じゃあ俺らも呼ぼう。呼んで殺そう。じゃあ呼ぶよ。うん、呼んだ。ご利用してきたな。四次元ポケット。別に俺は殴られても痛くも痒くもないんですよ実は。で逆にこのエイクスリに殺されたレイさんたちから武器を取って俺らを殺してしまえばいい。影縫いとレイさんが必死に俺たちのことを殴っております。はいはいはい、連れてくるから。いいぞいいぞいいぞ。俺やっちまえ。いいぞいいぞ。やっちまえやっちまえ。オッケー、俺は死んでいい。いいよいいよ。いいぞ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 。いいぞいいぞいいぞ。あっちがやったところでね、そう俺らの勝利だから。おお。ほらもうここだったらもう、 そうここで復活するから。あこれいいんじゃ。こいつ一生くるくる回ってるぞ。殴れ殴れ殴れ。ちょっと待って。おいずいずちょっと笑わせないで。殴れ殴れ殴れ。いいぞいいぞいいぞ。これいいぞ。入った入った。あバカバカバカ。コンボゾンビ作戦。本物ゾンビ作戦。いいぞいいぞいいぞ。よしパターン来た。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 やれ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 。あ来た。そうだよ。そっちそっちそっち。あいいいい燃やした。いい燃やした。え待ってこれ。え回復した。呼んだ。違うな、あっちも召喚したな。うん召喚した。やばいやばい、これはまずいぞ。これはやっぱこっちのエクスリルあっちでも連れてくしかねえ。そもそも2人あっち行ってる。2匹あっち行ってるわ。なるほど。あでどっちが分かんなくなって、えらいことなってんのか。あえらいことなってるわ。これは俺たちの。うん。パターン入って。パターン入って。体力分かんなくて。四次元ポケット。待て、開いてる。あっちのエクスリルも来た。クソダリ。どっちがどっちか分かんなくなるな。いて。一旦撤退。撤退だねこれ。死んで装備を失うことがマジで一番やばいからね。そう。四次元ポケット。どっちがどっちだこれ。わからなくなったぞ。俺体力多いからこれ影の犬だろ。俺たちの半分近い方だよね。ああそうそうそう。あでもあいつら勘違いしてるよね。あっちはね、死にたくないように頑張ってんだよ。はいはいはい。本当はこっちはゾンビでやってるから関係ないんだよねそんなのはね。ああ。あっちは必死で防御防御防御取られまいとしてるからね。やった。やれた。やりましたね。俺らの崩壊じゃない。四次元ポケットバトル開始。25。あ倒し向こう倒した。倒してるの。え俺らが殴っちゃったせいじゃね。いやそうかもしんない。うわマジかよ。いやマジか、やらかした。くそー。いや結構間違えて殴ったくせーね。四次元ポケットお疲れ様です。おつおいやですね、どっちのやつかちょっと言い難いなっていう状態になりましたので。間違いないね。とりあえずビデオ判定とします。なので次のね収録の時にですね結果をお伝えしますので、皆さん早くビデオをね私にください。その分早く結果を出しますので。どっちのか分かんなくて相当殴っただろう。おいお前ら殴ってなかったじゃねえかよ。え殴ってたよ、ずっと体力はリードしてたよこっちが。ゾンビ対決してたの。おい、まあ、半分ぐらいねやってる時にあっちがあ出た出たっつって、体力多い方があっちだ殴るなよっつってやさ。まあ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 、どっちが勝ちかちょっと正直ね分かんないんで、ビデオ判定ね4人分ちゃんと見てまず判定しますので。判定できるかなこれ。誰も見てない瞬間多分あるぜ。体力がその時点で絶対明らかに違いがある時あるから、それであ今はこっち、これはこっちで、しかもありがたいことにそっちのお二人死ななかったんで、そっちのお二人の映像が一番見やすいかな。あでも逃げて混ざってるから逃げてる時ある。 HP 回復するの逃げてる時あるから。
そんなことする必要なかったからな、こっち。うん、もうこっちはね、そっち奪われまくったんでね。まあまあまあ、正直でもまああのー。うん、2人をボコボコにして保ったあの気持ちよさ考えたら2ポイントくらいくれてやるわって感じだね。この貧富の差よね、装備の。じゃあね、とりあえず1戦目はこれでということで、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でございます。明日の競技はフォールガイズでお会いとしましょう。おフォールガイ ズ, フォールガイズ。またね、あの詳しいルールは明日の動画を見ていただければと思います。フォールガイズもね、今年何回かやってるからね。そう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 、フォールガイズもね、今年を、ね、彩るゲームですよ。去年か。あ、そうですね、今年明けてっから。そうですね、年明けてた、年明けてた、しまってしまった。ではとりあえず第1日目終了ということで、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様です。